の後ろには腕の立つ若い野郎がいつも二人金魚の糞のようについてやる。なかなか面が割れてるわしらじゃ手出しができねえありさまでござんして。もしもしあやろ、おめえらも知ってる通りこの土地を俺が仕切るにはあの川北が邪魔なことは百もしましたろうが。そいつは分かっております。てめえらで歯が立たなかったら腕利きの旅人を雇うとか、アブクロニを雇うとかして、ガン首ばかり並べねえでちった頭使え。さすが、わかりました。手当たり次第に当たってまいります。いらっしゃいませ。おう、俺たちだ。ありがとうございました。おいおいおい、待ちな。俺の顔見てなんで逃げるんだ。親分さん、ちょっと聞いてくださいよ。どうした。親分さんところの若衆さんたち、いつもうちで食べたり飲んだりしてくれるの、それ私だって嬉しいんですよ。でもね、帰りの払いとなっちゃ誰一人として残っちゃいないんですから。言うな、バカ野郎。そうじゃないですか。わかったわかった。今日はな、若い衆の分まで俺が全て払ってやるから、詰め子を言わずにいいから酒持ってこい。お待たせしました。はい、ください。何を何をって、お酒のお金ですよ。バカ野郎、まだ俺らめ飲んじゃいねえだろ。飲む前から全額払えるか。おい、そういう口があるんだったら親分さ、酌の一杯でもしましょうかと気の利いたこと言えねえのか。お酌するんですか。あの、別料金になりますけど。バカ野郎、バカ野郎、おめえみてえな女から呼べ。金払って借してもらってもちったうまくはねえんだよ。お湯はねえからとっとけ。そうですか。彼女に生活を立ち上げを聞くの大天蔵借りてますが前言失礼さんにございます。おい待て待て、牛の部分はな、腕の立つサビに焼こうとしてるんだ。おめえみてえなれを、お湯漏れに用をね、いいからすっこんでろ。やめろ。おさは取れたかねえもんだ。やら人切るのマスゴロと言われた場所もガキにかかりゃ小説扱いだ。おいおい、ちょっとダメに待ってくんだ。今おめえさん人切ると言ったが、ダメはなマスゴロと申します。それじゃおめえさんが人切るのマスゴロさんだい。いやいや、うちの若い野郎が知らねえもんだから、とんだ無礼を働きました。勘弁したってことだよ。じゃあね、いや、帰りましょう。大丈夫です、大丈夫です。今日初日ですから、いなくなるとダメですよ。すぐいなくなりますから。そこじゃ何でございますので、さあ、こっちへ来てやって。さあ、ここじゃどうやら話がしにくいみたいだ。貸しを変えてんだが、マスゴロさん、構いなく。よろしゅうございます。おめえら、聞いての通りだ。場所を変えるから、マスゴロさん、丁重に案内するんだ。わかりました。お父さん、親分も一体どこにいたんだい。それがよ、大丸さんに全くやって立ちば。おい、どうやら親分おいでになったようだ。本当だ。親分、親分、お通りなすって。さらに座長、立ちばたあたりの大丸屋さんに捕まっちまった。遅れて悪かったな。どんどん待たせ。すまねえが、今日も何人だか、とっつぁん探してうざってくんねえ。あ、俺はどうしても、幼い頃に生き割れた親父を探し当ててんだ。すまねえが、力貸してるな。年の頃なら、おじゅうとにさ、津軽なまりのあるお人でござんす。な、もうよくわかったんだ。それじゃあ今日も一応頼むぜ。わかりました。今日はどのあたり探す。さようでござんす。それじゃあ、しゃ上のあたり。お前遊びに行くわけじゃない。いやいや、こんなこんなおかせ。お前はどうする。明日はそこのユニクロに。ユニクロ。うちの親父が結構買い物好きだから、ひょっとしたらいるかもしれない。うちは立ってくれ。その前にまずは腹がいっちまったら何か頼んでくれ。はい、わかりました。その声はやっぱりまた大じゃないの。さらにしても今日は俺だけじゃねえんだ。おい、親分や兄貴も一緒にいんだよ。親分さん、大河さん、おはようございます。どう、何か困ったことはねえかい。は、顔だけか。ごめんなさい、でも私本当に握り飯ぐらいしかできないわよ。おかずとか何もないんだから。おかずねえの。いやー、かまうことはねえ、かまうことはねえ。大丈夫だよ、握り飯でかまやしねえよ。でもいいんですか。早いとこだ。
頭で払ってて。わかりました。それじゃあ次にお持ちします。お姉ちゃん、早いとこ閉めろ。はい。握り飯だけじゃ腹の足しにはならねえんじゃん。何、片木さん困らせることはねえや。それに握り飯なら片手に飛んでいけるじゃねえか。さようで、へい。さすが当たってくれ。わかりました。それじゃあ行ってまいります。行ってまいります。喧嘩するんじゃねえぞ。いや、全部握るの早いんだね。あ、はい、急いで握ってきたんですよ。むしろいい形になってるじゃねえか。ありがとうございます。先に金を済ましておこうか。はい。いくらだい。6万です。6万と言われたってすまねえ。ちょっと細かい金がなかった。あ、そう、あ、そしたらまた。いや、釣りはやらない。取っててくれ。でも、そんなにいただいても。なに、若い者が迷惑かけてんだ。何を言ってるんですよ。親分さんところの若い衆さんたちはいつもニコニコ現金払いなんですよ。いつもニコニコ現金払いか。はい。そうかい。え、いや、分かっているよ。親分さん、杉山さんの老後の足しにしな。だいぶ先ですけど、わかりました。ありがとうございます。ゆっくりさしてもらうよ。何かあったらすぐに呼んでください。あ、分かったよ。私たちは千歳橋の下に住むお子もでございます。この3日2晩大雨続きでもらいが少なく、今日は久しぶりに雨も上がりましたので、ここを通っておりましたらふと親分様の神家が千歳橋の下にする子供たちのことを考えるとつい手を出してしまいました。魔が差したと言われた。どうかお許しくださいませ。二度といたしませんから。今子供たちと言いなすったが、お前さんのかい。いいえ、とんでもない。赤の他人の。はい。みなしごか。身寄りのない子ばかりでございます。そうかい。確かにおめえさんの言う通りだ。何もお子もと言ったって大人ばかりじゃねえんだよ。子供もいる。お子も殺すに刃物はいらぬ。天の十日もおればいいだ。よく言ったもんだ。辛かったね。許してくださるのね。おばさん、そういうわけなら仕方がない。こんなところに置いといた俺も悪かった。この一件はお互いお相子ってことでなしにしようぜ。許してくださるので、 ありがとうございます。おばさん、待ちねえ待ちねえ。いいからこっち来な。よけりゃこの金持っておきなぜ。あの、その中の一つだけ。いや、何言ってんだよ。俺は男だ。一旦出したから引っ込めるわけにはいかねえや。とんでもない。おばさん、遠慮いらねえ。さあ、この金持ってお行きなぜ。お、ありがとうございます。なあ、おばさん、お前さんも腹すかしてんじゃねえか。お金が入ってます。腹減ってんだろうね。そのげっそりしてるじゃねえか。よくりゃよくりゃ、おばさん、この握り飯こっち手つけてねえから、こっち食べな。ずいぶん蹴りはよかったな。それは、実はですね、親分も親父さんによく似た人を見かけたという話が本当かい。ありがてえや。それじゃあすぐにもそこ当たってくんねえ。わかりました。おめえたちの帰り、俺は一家でマスターするよ。えいいな、マサ。返事は。もし、あの、どこぞの親分様、あの、せめてお名前を聞かせてください。よっしゃ、くんねえな、おばさん。俺はね、治ろうとしてやったことじゃねえんだよ。いや、あの、待ってくださいまし。あの、私たちのようなお子もがこんな大金を持っていて、もしお役人様に咎められたら何と言えばよろしいのね。それもそうか。わかった。
まなかった。少しとっつぁん探しはやめにしよう。おやめず待っておけないぞ。諦めない。そういう意味じゃねえんだ。そういう意味じゃねえんだぜ。今はな、まずは大事にしなきゃならねえ。俺にはおっかさんができたんだな。おっかさん、そうや。ここにいるのは今日から俺のおっかだ。ん、何さんって言ったのか。あ、おめさんってことおめえ、あの時のババシャにおいこら、誰にババと言ってんだ。今日から俺のおっかさんとそう言ったじゃねえか。わけがあるんだ、聞いてくれ。おめえたちと別れた後、また大丸屋さんに捕まっちまった。少し遅くなって通りかかった戸橋の上、おっかがなんだかぼんやりしてるじゃねえか。最前金やった、まだ何か他に困ってることでもあるんじゃねえかなと声かけたんだ。さすりゃここにいるおふくろさんはな、根っから葉っからお米じゃねえ。以前を言えば油問屋のお嬢さん、それも大棚の。えっ、そうでしょ。だが人の幸せとはいつどうなるか分からねえ。女中の井の始末がもとでうちは火事になっちまって、親兄弟には死に分かる。自分一人が残っちまって、少々方々を渡り歩くうちに今の姿になったそうだ。その話を聞かされた時にな、俺が探してるお父っつぁん、今となっちゃ本当は生きてるものか死んでるものか、どっちかも分からねえ。だがここにいるおふくろさんを自分のおっかと思って大事にすりゃ、俺の親父もどっかで誰かに親孝行してもらえるんじゃねえかな。そう思ってな、無理言って引っ張ってやってきちまったな。なちょくし、おめえなら俺の気持ち分かってくれるよな。もういい。そうか、すまね。それじゃあおっかさんにおめえ挨拶してくれ。もう終わりましょう。当家の代表して長吉と申します。どうぞよろしくお願い申し上げます。お願いいたします。さあ、なおか、ここにいる長吉も俺と同じような身の上でな、親亡くしちまったんだよ。くれちまってよ、俺の肩がぶつかってこいつ喧嘩になっちまったけど、俺がぶつかってやって少年叩き直しちゃったね。名前聞いたら自分の名前もわからねえってんで、俺の長の字やって長吉ってんだよ。よろしくなおか。お願いいたします。うん、これまだ、はい、何ですか。何ですよ、挨拶発信するんですか。わかりましたよ。どうも、まさきちです。握られるか、お前。おやおめ、大きな声で元気よくにっくりやらって挨拶しろ、ほら。はい。あきあき。どうも、まさきちです。お願いします。お願いいたします。困った野郎だ。調子にまずだ、よろしくな、おっか。えい、どうも、なずだ、どうぞ行ってくれ。はい、申し訳ございません。どちら、かきたつを使いたら出せ。親分、どのようなご用件で。命をもらいに来た。親分、命だ。ふざけんな。ソースがいたら出せ。あいにく親分悪すでござんせ。嘘じゃねえだ。嘘じゃござんせ。だったらよ、ソースが切ってきたら伝えろ。一本マスで待ってるとな。わかるだめ。わかりました。いいか、来なきゃりゃそうさ、カトンボヤクサになるぞ。兄貴、おい、兄貴、はい、汗かいてるじゃん。大丈夫だ、頼むよ。何があったんだよ。兄貴、俺たちは兄弟分じゃねえか。何でも言ってくれよ。まさか、だって今親分を訪ねてきたやつがいる。どれ。訪ねてきた要件は親分の命だ。いねえと言いや一本松で待っているから、そう伝えると。
分かった、行ってくれ。どこ行くつもりだ。決まってるじゃねえか、親分の代わりにおいらが行ってくれ。バカを言うな。お前が行ってどうこうなるくらいだったら初手から俺が話はつけている。でも最善のさっきから見ておそらく人斬りだ。人斬り、そんな相手にてめえが一人でいて太刀打ちできるわけはねえだろ。でもよ兄貴、それじゃ一体どうすんだよ。代わりに俺が行ってくる。待ってくれ兄貴、何言ってんだよ。親分が言っても叶わねえんだったら兄貴が言っても叶うわけねえじゃねえか。な、二人で行こう、二人で行けばなんとかなるぜ。そうならねえ。なんでだよ兄貴。ダメだ。まさ、親分は何をしていなさるんだ。行き明かりになった親父さんを探しているんじゃねえのか。そうだけど、俺とお前が二人で行ってどちらか一人でも無事に戻ってこれりゃいいだが、二人とも死んだその時にはこれから先親分も親父さんも行って誰が探す。兄貴に渡したいものがあるんだ。いくら、そこで待っててくれ。な、待っててくれよ。どうした？こいつを持ってってくれ。そいつはおめえの。そうだ、こいつはおめえらが親分からもらった天使のとっさ。兄貴、俺らも本当は生きてんだ。でも生かしちゃうくれねえんだろ。だったらよ、このとっさおいらだと思ってんな兄貴。持っていっちゃうくれねえ。一人で本当に転職か。情けねえ声出すね。男の門出だ、笑って見送れ。なあマサ、俺は一人じゃねえ。瀬名には親分、左手にはおめえの魂じゃねえか。いいかいマサよ、人とこの世に生まれてきたからにはどうで一度は死ぬ体水で終わるも、死に死にも刃にかかって倒れるも、持って生まれたこの身の長を俺はな、最低ボタンと言われるより知って桜の兄貴。腹欲しいやな。調子はどうした？マサ、マサよ。どうした？申し訳ございません。最善のことか？いや、違うです。どうしたか言ってみねえ。最善、親分の命を狙った奴がやってきました。何？そいつは人斬りだそうです。人斬りが？それで兄貴は、兄貴は親分の代わりに出向いて命りました。バカ野郎、なぜ知らせなかった？兄貴が言うなって言った場所は分かってるか。村はずれの一歩待つでござんす。宿場はずれの一歩待つ、遅れちゃならねえ。あさ、喧嘩したけど、もうやめ、いよいよ黒い。遅れて申し訳ございません。おめさんの足の乾きた気持ち今やってみるました。川北壮塚、俺は松五郎だ。命はもらうぞ。お手向けだけはさせてもらいます。川北町じゃねえ、最善取り付きに出た承知というもの。
てめえ親分川北長次を今知らせるわけにはいかねえ。親分は生き別れになった親父さんを探している最中だ。年の頃なら50と2、3津軽ママになるお人、分かっている手がかりがこれだけじゃ見つけ出すことはままならねえ。でもあっしらは親分には親父さんに会ってもらえて、会った時の親分の喜ぶ顔が見てえと思い、今日が日まで必死になって探してめりました。おめさんも誰かに頼まれ親分命を取りに来たんでござっしょうが、しとけるな。ご賞でござんす。吹けば飛ぶようなこんな若造の命じゃござんすが、てめえの命で親分川北長次をどうか見逃してやって、おくんのせーだ。おべさん、年の頃なら五十。Thank you.
分様。親が嫌か。